囚われのシャラモン王シャラモンは、ハンガリー王、アンドラーシュ一世と、非アナスタシアの嫡子として生まれた。彼が生まれる以前は、オジベーラが次の王位につくと、暗黙の了解ができていたが、シャラモンの誕生で、事態は急変した。アンドラーシュは、自分の息子に王位を継がせることを決めたのである。幼児のシャラモンが、王位継承者であることが公式に決まると、ベーラは宮廷を去った。1058年にアンドラーシュは神聖ローマ皇帝、ハインリヒ4世と和平を結び、その証としてシャラモンと、皇妹ユディトを婚約させた。年代記によると、1059年にアンドラーシュは、弟、ベーラを呼び戻した。彼は、弟の前に、王位とローマ教皇の権威を示す王冠と、剣とを並べてみせ、どちらかを選べと命じた。王冠を選ぶこととはすなわち、ベーラの命を意味した。ベーラは剣を選び、ポーランドへ亡命した。1060年、彼は、ポーランド王ボレスワフ2世の援軍を従え、ハンガリーへ侵攻した。二度の戦いで王軍を撃退し、兄を廃止に追い込んだ。ベーラの侵攻を前に、アンドラーシュは妻子をオーストリアへ逃れさせていた。三年余りを、皇帝の宮廷で過ごした、シャラモンは、ベーラ一世の死んだ1063年に、皇帝軍の支援を受けて、ハンガリーへ侵攻した。ベーラの息子たち、ゲーザ、ラースロー、ランペルトはポーランドへ逃れた。1063年9月、シャラモンは、聖ケシュフェヘルバールで戴冠し、ユディトと結婚した。皇帝軍がハンガリーを離れると、ポーランド軍を率いた従兄ゲーザ、ラースローらが帰国した。しかし司教らの仲介で、内戦は回避され、ゲーザらはシャラモン王の即位に同意し、父ベーラがかつて治めていた公領を受け取って和解した。和平の締結後に王といとこらは、ペーチで復活祭を共に祝っている。しかし、この状態は、波乱含みであった。1067年以降、王といとこらは共同で国内外の事件に戦線を張るようになる。同年、ベネツィア共和国の侵攻を受けたクロアチア王国の王、ドミタル・ズボニミルへ、王とゲーザらは援軍を送っている。1068年、ペチェネグ族がトランシルバニアを荒らし回ったため、王は共同で戦い勝利を収めている。1071年、シャラモンはいとこらと共に、東ローマ帝国へ遠征を開始した。彼らは、ベオグラードを包囲し、2ヶ月の後に、これを陥落させた。ギリシャ人司令官は、王に対してでなく、ゲーザ公に対して降伏した。公らは、王の許しなしに、ギリシャ人捕虜を解放しさえした。1072年には、ベオグラードを、東ローマ帝国が再度奪還してしまう。すぐに王と、帝国軍を攻めるが、この時にゲーザは弟たちを残して、ただ一人帰国する。不在時に公領を奪おうとする王の意図を疑った、ためという。1073年以降、シャラモンとゲーザらの戦いは激化した。ゲーザらは従弟にあたるポーランド王、ボヘミア公の支援を求めた。ポーランド軍及び、ボヘミア軍がハンガリーへ侵攻すると、次第にシャラモンは劣勢に追い込まれ、1074年3月には、モジョロードの戦いで、決定的な敗北を喫した。シャラモンは、王国の西部国境へ逃れ、ハンガリーの総主権を持つ義兄ハインリヒ4世の支援を求めた。シャラモンが敗走する最中にゲーザが即位した。マジャル人特有の男系年長者相続制を支持する貴族らを味方につけてのことだった。8月、皇帝軍がハンガリー北部へ侵攻、バーチにまで達するが、皇帝軍はザクセンで起こった反乱のため撤退を余儀なくされてしまう。この時、シャラモンは、ポジョニ付近を治めているに過ぎなかった。ポジョニを包囲した、ゲーザ軍を、シャラモン軍が撃退する。この時すでに、ゲーザは病床にあり、自身の退位とシャラモンの再位を受け入れるつもりであったと、考えられる。しかし、ゲーザが1077年4月に没すると、その実弟ラースローが、王位に就いた。ラースローは1079年にシャラモンの要塞を落とし、皇帝軍を敗走させた。この後皇帝は、ラースローの王位の正当性を認める。これは、皇帝の同盟者である、ローマ教皇グレゴリウス7世の支持をも失ったことを意味した。シャラモンは、ラースローの正当性を認めて1081年に退位し、見返りとして多くの所領を獲得した。ところが、シャラモンは王座へ返り咲く望みを捨てなかった。彼は、ラースロー殺害の陰謀を企んだ容疑で捕らえられ、監禁された。1083年8月、イシュトバーン1世の劣勢が行われると、シャラモンは、恩赦で、自由の身となった。彼は、レーゲンスブルクへ逃れ、義兄ハインリヒ4世の軍事支援を求めたが、失敗してしまう。この後、彼は流浪の身に落ちる。シャラモンは、モルダビア地方に定住した、ペチェネグ族の長、クテシュクと同盟し、彼の娘と結婚した。この時最初のヒユディトと結婚している状態であった。シャラモンは、義父の軍事援助と引き換えに、自分の王国の領土を与えることを約束していた。彼は、ペチェネグ族を率いて、ハンガリーと戦い、1085年には、ラースローによって打ち負かされている。1087年、シャラモンは、ペチェネグ族の東ローマ帝国への遠征に参加し、アドリアノープル近郊の戦いで戦死した。年代記では遺説を伝えており、シャラモンは、戦場から落ち延び、ダルマチアのブーラへ逃れて、余生を一修道僧として生きたという。ありがとうございます。